これでいいか。こんぐらい。ちょっと。こんばんは。うまくいかへん。そうなんですよ、全然SNS を更新するの、忘れてただけなんで、元気です。前髪切った全然元気です。すごい、寝てました、いっぱい。わあ、やったー、オールナイト藤子押してください正幸さん、タワーありがとうございます。なんか豪華、レインボータワーありがとうございます。何時間、ちょっと何時間やろう。20時間ぐらい寝たかも。何時間寝たかな。結構寝ましたね。SNS のもう時間を超える睡眠しました。でこれくらい寝ないと無理なんですでもなんかさ、見てみんなさ、その寝すぎて夜寝られへんくなるみたいなあるじゃないですか。無心心はそんなことはなく、夜もちゃんと寝れます。朝もとても睡眠を一番大事にしてます。いい子よく寝たらいい子なん？規則正しいとやっぱいい子ですか？しんしんいい子？1日じゃ体痛くなったりはしないですね。でもなんか24時間ぐらいとかだったら全然体とかは痛くなるけど、3日ぐらい寝続けたりしたら痛くなってくる。3日ぐらい寝ないと逆に痛くならへん。連続でどのぐらい寝た
のはちょっとあんま分かんないんですよね。どんぐらい寝たんやろ。でも次の日やったとかはあるから12時間は寝てるかな。でも20時間とかやったらさすがに連続では寝てないの。1回起きてまた5分後に寝てみたいな、ちょっと5分ぐらい起きるみたいなはちょっと挟むから、どうだろう、数えたことないけど、5分ノーカンやったらほんまに20時間ぐらい寝てます。寝るのに飽きたことはないです一回も。常に寝てたいあの時間の許す限り寝てたい、飽きないですね。寝相は多分悪くはないと思いますけど、いやいいと思ってたんやけど、でもたまになんかあの誰かとお泊まりしたりメンバーとかと一緒のベッドとかで、なんか前はケイトちゃんとかと一緒に寝た時はなんか布団落ちてたりしたからもしかしたらその起きる寸前の状態がいいだけで、もしかしたら寝起きは悪いかもしれない。あ、寝起きじゃない、寝癖？え？寝相か、寝相は悪いのかもしれない。あ、起きたら頭と足が逆とかそんなんはないです。多分基本いいんやけど、たまになんか暴れる時があるんかな。え、でも。いい方ではある、寝相いい方やねんけど、めっちゃは良くないかも。たまにそう、あでもベッドから落ちたことはないですね。寝言はめっちゃあの浅い眠りの時は寝言言っちゃいます。なんか仮眠しよっかなみたいな時とかはなんかあみたいな言っちゃいますね。深い眠りの時は分からへん、自分じゃ分からへんけど他の人に寝言すごいねとは言われたことがないから、そんな寝言は言ってないと思います。でも歌ってて起きるとかありますね。なんかなんやろ、これが愛なのか、あ今歌ってたみたいな時はある。寝言で歌ってて、なんか一回家族でめっちゃ前に旅行に行った時があったんですよ。でその時にお母さんがそのなんか畳の部屋っていうか、なんていうの、座敷、布団敷いて寝るタイプの旅館みたいなんで、で寝てて隣に、ね、でお母さんがなんか声が出せへんくなった夢を見たって言ってて、でずっとうんうんうんって言ってね、ほんまに取り憑かれたと思った、めっちゃ怖かったんですよ。で妹も起こして、やばいお母さん取り憑かれたって言って、めっちゃ怖いってなったら、
声出えへんくなる夢見て頑張って声出してたわって言ってきてめっちゃ怖かったです。え、悲しばりじゃない、なんか夢でほんまにアヒルみたいな声めっちゃ怖かったんです。ほんまにホラーやった。ほんまに怖い。なんか旅館っていうだけでさ怖いやん。ちょっとさ何かがあるかもみたいな、まあ、ないと思うけど何かあるかもみたいな、ちょっとそわそわするやん。そんな中でそんなさ声出された日には全然ビビったわ。旅館って怖くない？なんかまあ一回も見えたことはないんですけど何かが見えたりしたことはないんですけど、しそんな気配も感じたことはないですけど、ちょっと怖いですよね。逆にさ見えた方がさ怖くないんじゃん。見えへんからいるのかもしれないっていう怖さあるよね。え、そう、なんかみんなさ霊感全くなくて、誰かがなんかここもすごい気配を感じるみたいな、なんか何やったかな、洞窟みたいな行ったことがあるんですよ、修学旅行か何かで。でそこはもうなんかあの数々の人たちがちょっとなんかなんて言うんですかね、まあ昔いたみたいな、なんか分かんないけど、まあなんかそういう結構霊が集まってるみたいな洞窟に行って、でもうみんなもうやばいみたいな言ってたんですけど、私はもう全く何も感じなくて、そのなんかそういう事件っていうか昔なんか大変なことがあったんだなみたいなのはあったけど、なんか気配とかは全然わからへんかった。なんかみんなはなんか寒気がするみたいな感じでよく言ってた。強いのかな、わかんないけど、あ、でも、 もうめっちゃ悪いことばっかり起きたシーズンがあったんですよ。その時はなんか全く見えへんけど、もしかしてなんかついてんじゃんって思いました。わかんないですけどね、本当になんかお祓いみたいな行こうかと思ったんですけど、まあお参りとかして、もうあと一個悪いことを起きたらほんまにお祓い行こうって思ってたんですけど、あの起きなかったんで、ちょっとあのお参りだけしてやめといたんですけど、そういうのってでもさ確証とかはないからわかんないですよね。これはもう確実に例の仕業だみたいな確証は持ってないじゃない。それいつ、いつかな、結構3年前ぐらいかな、 3,4 年前ぐらいですね。いやその時はほんまに周りの人にもなんかついてるじゃんみたいな、もう厄年ちゃんを今年みたいな言われてましたね。
ってみんなに言われるぐらい、もう風でしたね。風じゃあちょっとそろそろ終わろうかしらね。公演前なのであと30分でいきます。13位周一ありがとうございます。12位松屋ありがとうございます。11位レオさんありがとうございます。10位ともたんありがとうございます。9位だし巻き卵ありがとうございます。8位野原慎之介のすけありがとうございます。7位れなちゃんありがとうございます。6位きのありがとうございます。5位大空ありがとうございます。4位のりありがとうございます。3位りょうすけありがとうございます。2位ふとうちゅういありがとうございます。1位まさゆきさんありがとうございました。虹のレインボータワーもありがとうございました。公演頑張ってきます。またねー。